企業なんて滅んでしまえばいいんだ。企業なんて滅んでしまえばいいんだ。決戦試合行ってこい、行ってこい。さあ帰ろう。ああちょっと大暴れしましたけれども、まあな、まあ最初の決断とかがねちょっと引っかかってる感じはあるけれども、まあうん、ちょっとねエッジウォーターの人を皆殺しにしてこいっていう、それはちょっとね違うかなって感じだな。はい、無法者でございます。さあ行きましょう、ホープへ向かいましょう。ホープ到着。You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. エイダが全部やってくれるの？ホープをワープすると何が起こるの？ホープについて教えてくれ。The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her home. 何十万乗ってんねんもんな。ホープ。わあ、すげえ。あれや、ホープ。初めて見た。ってことはこれでホープに行けるってこと？ホープへ移動します。しましょう。まあでもそのホープの人たちを生き返らせた上で、今いる環境の人たちとも一緒にやっていくっていう道はなかったやろか。な。どっちかしか選べへんっていうのかな。この人たちになんかいろいろ考えてもらってうまいこといかへんのかな。敵っていうか多分、ああなんかある。セキュリティや。人はおらんやろな、多分。多分ロボットがおんねやと思うな。あ、これか。あ、もう繋がってる。はいはい。これか。端末を使う。電力供給。あ、電力が来た。リアクターは補助電力モード。以下のモジュールを利用可能。生命維持装置、エンジン、ナビゲーション、通信、セキュリティ。次へ。メンテナンス状況。定期メンテナンスが必要。2万日経か、2万日経か、2万日経か、2万日って何日？まあ、約400日を1年としたら、400日が1年やとしたら、5倍で、2050年 ?50 年ぐらいか。2万日って。保留中の作業指示。どこかのバカが皿にフォークを置いたものを使用したせいで、マクロウェーブレンジがショート。マクロウェーブレンジのタイマーが停止。マクロウェーブエンジンが最大出力でしか使えない。このパーセントに入ってないところはもう死んでしまってるってことかな。あ、外見える。これはどの部分なんやろな、ホープの。え？あ、警備か。警備の連中ってことか。クインシー・ダンカン。ダンカン、この野郎。あ、やばい、死ぬ。なや、その技。バカや、ふざけんな、お前。誰もおらんっていうか、その、あれやんな。この企業の人間が今ここを言ったら、管理してるわけやから、それはそいつら敵やわな。わあ、こんな感じなんや。一応管理はしてるわけやな。ロボットや。ロボットも敵やな。行ってこい。あ、浮かぶロボットかわいい。浮かぶロボットかわいい。これあれやな。冷凍させるやつやな、これ。あ、UDL アイデンティティカートリッジ。ホログラフィックの変動発、戦争発動。ああなるほど。ここで使えんねや。移動することでマントのエネルギーが消耗。マントメーターが空になると誰かが近づいて疑いをかけてくる。お前変装してる。時間の経過でこれは切れちゃうんか。ユニバーサルディフェンスロジティックス。音声の自動スクリプト。船長見てください。私が言いたかったのはこれです。船が減速しています。信じたいところだが、私には理解不能な数式しか見えないぞ。ああ、なるほど。この線を見てください。これが私たちの船です。それでこちらが本来の予定地点です。そしてこの線が今、船が向かっている方向です。進路からずれています。その原因はおそらく。なんだ今のは。私の今、ウィルウィル、何があったのフランク。これはこっちのせいでエンジンが止まったぞ。誰か船を減速させたか。ああ。止まった時のやつや、これ。はい。知ってる奴もいるだろうが、船が超高速航行から離脱したワープドライブを再稼働させる必要がある。だったら再稼働させればいいだろう。そう簡単にいかねえんだよ。単にボタンを押して超高校に戻せるなら、おでてそうしたい。新しい進路を設定しなきゃならん。亜高速まで減速したせいで、進路から流れが外れてしまってる。ナビゲーションコンピューターで再計算できるけど、どのぐらい時間がかかるかわかんない。寸分の狂いも許されない。出なければ惑星や星に衝突してしまう。
それに残りの燃料を考慮する必要がある。燃料が不足している状態でワープしたらどうなるかわからん。爆発するかもな。爆発は避けたいな。燃料が足りない場合はどうする。それは低速で飛ぶしかない。その場合どのぐらいかかる、まだわからない。検索してみないことには。臨機応変に対処するしかない。フランクは燃料を確認してくれ。レジ超高速高校に戻れと仮定し進路を設定してくれ。仕事に取り掛かろう。食料は10年分用意されていたが、すでに9年分を消費している。レジによると、ワープドライブを再駆動できない場合はハルシオに到着するまで26年かかる。乗組員が飢え死にしないよう食料をうまく分配しなければ。これを記録に残したい。最悪な状況だ。設備の不具合なんかじゃない。ワープドライブが破損してる。何が起きたのかわからないが、予備のシクロブースターも動きやしない。船長の話じゃ食料は1年分しかないっていうのに、レジは目的に着くのは26年かかると言っている。故郷にいた時1週間何も食べなくて頭おかしくなかったやつら見たことある。1週間でそれじゃ何とかしないと1ヶ月も持たないぞ。だからやっぱり不足の事態に備えてなかったんや。ちゃんと10年分じゃ足りんかったんや食料が。やっぱり不足の事態考えるともっと必要やったんやろな。それでみんな飢え死にしてしまって目的地にたどり着くことできなかった。でそのレジっていうやつがあの手動で計算したその26年を多分設定して自動航行で走り続けたんや。これだから到着はできたんや。ここにもある。ちょっと見ていいっすか、メッセージのやりとり。やはりどうしたの、暇な一発勝負やらないか。まあこういう風に遊んでた余裕がある時もあったってことね。このボルコフとトレガーっていう人はできてたんや。これ多分そうやね、そういうことやね。わ、いっぱいある。でっかでっか、メガスプラット、でっかー、でかすぎやろ。メガスプラットやって、でっか、お前でけえなお前。ここあれやん、ここあれや、ここ、多分あれや。あいつ、フィニアスが立ってたとこや、オープニングで。ここや。まあもしかしたら違う区画かもしれんけどね。こんなんがいっぱいあんやろね。ホログラフィックマントのおかげでバレてない。これは最初の場所とは違うね。居住区画みたいなとこやな。わあ、すごい。ここがメインや。メインの操縦室みたいなとこや、ここ。予備通信を利用できません。ビル、ドアを開けろ。ダメだ。俺たちを殺す気か？入植者が死ぬよりマシだ。バイデル、俺たちが船を飛ばさなければ全員死ぬんだぞ。リスクは承知の上だ。レジが経路を、進路を設定している。船は本来の目的地に向かう。何十万人の命がかかってるんだぞ。お前を行かれてる入植者はお前の餌食にはさせん。だからこのウィルっていう人が、なるほどね。進路を向けて、届くにしたんや。どうやら生き残ったのは私だけみたい。フンテ船長が下で何をしたかわからないけど、彼は戻ってこなかった。彼らもドリルを使用していない。作業は終わった。進路を設定した。食料は1日分しか残っていない。ドナのように死にたくない。ホープしっかり飛んで。そうか。だからこのレジっていう人かな？その人が船を設定して飛ばしたんや。その入植者たちのために。飢え死にしたんやろね。そうか。またログがある。よっか。ごめんな、こんなばっか見て。こういうの好きやね。フンテ。多分このフンテっていう人が飛ばした人やね。さっきの。ホープ飛んでって言ってた人。トマトの実がダメになってたら多分土が悪かった。食料は1ヶ月分しかない。乗組員は人を食べる話をしている。うわぁ。ウィルヘルムは一線を越えた人たちを締め出して、他の乗組員を懸命に励ましている。なるほど。食料がないからもう人を食べようっていう話になってんねや。飢えによる身体的影響の記録は数多くあるが、精神的影響に関しては皆無に等しい。信念が欲望と充足の間に超えてならぬ壁を作る。上は善悪の境界を曖昧にする。我々が生き残るには入植者の3分の1を食べることになるとフランクに話した。食料がある時には考えるのも望ましいことだ。数万人の善良な人々をこの先ずっと守り続けるなど。そんな少人数でやってたの、ここ。とりあえず資質は見終わったね。そしたら、行こっか。ホープのブリッジのキーカード。これですね。まだあんのか。音声ロゴ開始。あ、ウェルズや。ウェルズ。P. ウェルズ。名前ならこれでいいだろう。第8冷凍睡眠室から回収した被験体112の検視を続けている。回収時刻は今から2時間半前。死亡時刻はその6分前。死因は細胞破裂。私の体敵。冷凍睡眠状態にある入植者の蘇生思考を何回失敗に導く。まるで私の処置をあざま笑うかのように。本名はハーレー・スタントン、39歳。歌うことが好きだった。許してくれ、ハーレー。君を救えなかった。これ、フェニアスのログやな。なんかやってるね。
まあいいわ。じゃあアンリライブルに通信をつなぐ。Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found.だからこれでワープすることが可能になったわけや。だから入植者を復活させることができるようになったわけやな。そしてこのブリッジに向かうと。ワープすんのかな？この前にある星は何なんやろ？これ何なんやろな？エイダにつなぐ。Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. ホープをワープする準備ができています。待って、その前に教えてくれ。エイダ、俺がやってることは本当に正しいことなのか。ちょっと待ってくれ、他にやれるけど。本当に正しいことなのか。Probably not, but don't let that stop you. My constellation executables could use some beefing up. Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. 私たちが死なないことはほぼ 4.01% 確実です。ワープしよう。Are you sure? That is extremely dangerous.Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? ワープさせてくれ。行くぞ。Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. 自分の手でワープする。I wouldn't advise that, Captain. やめた方がいいって。Oh no. Captain, don't do this. I ain't dying on a fucking ship. I'm gonna die in the dirt like we're meant to.ああ、科学が高ければ自分でできるんや。そうだな、これは複雑すぎる。お前に頼む。Admitting a deficit? My, you never cease to amaze me, Captain. Skipping the hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 70 years? これ、この船のやつや。この船のエイダみたいなやつや。Yes. やっぱおったんや。That is a gross misuse of the skip drive.The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. ロボット同士が喋ってる。It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something now. 始まるぞ。ホープのワープが。すげえ。座標合ってたんやね。Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check ウェルズの方行こうか。Captain, I am receiving a transmission from Dr. Wells. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. Thank the Lord you warned me.I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has sent some serious firepower to pry me out of here. あ、なるほど、議会来たんか。And I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate again, there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me! I'll never...It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate. せやな、向かった方がいいな。How can... フィニアスの研究所へ。フィニアス大丈夫かね？なんか変わった様子ある？あ、でもなんか変わった様子っぽいぞ。あ、なんかちょっ、ん？争った形跡？お、お前ら出たな、お前ら帰りやがれ。フェニアスは？あ、中にもおるな。
死体がない。あ、てかこの先行ったことないな。ん？フェニアスの死体がないぞ。奥行ったんかな？あっちか。ああ、ここがフェニアスの実質か。あ、おらへん。あれなんで死体がないんやろ。はい。バイパス。あ、なんもできへん。万一の場合の起動、計画を起動。最後の遺言状を発行中。続行するのにログインパスワード。ハッキングがいんのか。これ地雷やん。地雷とか、そんな原始的な防衛ですか。あれってか、フェニアスの死体がないのがすごい。なんか。あ、実質の方にあったんかな？俺見落としてる？奥の方にあるかな？フィニアスのキーカードみたいなないかな？仕方ない。ハッキング振るか。ハック。君がこの画面を見ているということは、私、フィニアス V ・ウォルズは誘拐されたということだ。そして私はおそらく裏切者で臆病なハルシオン政府の手によってタルタロスの要塞監獄に投獄されていることだろう。ああ、タルタロス。私がまだ処刑されていないのならば、この端末を見ている人物にお願いしたい。私の代わりに私の作業を終わらせてほしい。ただできることなら私を救ってほしい。この文明は私の意志であり、遺言状である。私の体と持ち物をエーテルの氷の洞窟に託す。もしこれを呼んでいるのが金丹なら、緊急治療キットを隠しパネルの中に入れてある。俺のターミナルからパネル解除して中身をすぐに取れ。はあ。その前に、フィニアス・ブイ・ウェルズ以外観覧禁止。ああ、すごい。フィニアスの日記や。ターミナルのメモリからエントリーを全消去すること。誰が見るか分かったものではない。最初の項目。ああ、フィニアスの苦労の後やね、これは。一応、一時停止してちょっと見てほしいね。これはね。うん、面白い。そしたら終了。で、今開いたパネルってどれ？これか、緊急医療キット。これ？タルタロスナビキー。あー、これでタルタロスに向かうわけや。なるほど。これはなかなか終わりませんな。これはなかなか終わりませんな。いや、でも結構物語佳境ですね。タルタロスに行って、あれやな、救い出さなあかんわけや。なるほど。まあでもな、フィニアスじゃないと無理やろうしな、ちょっと救いに行かんと結局やったこと全部無駄になっちゃうからね。行きますか。キャプテン、as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet. あ、もう到着すんの。Crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. は。Well, folks, I ain't exactly keen on busting into a prison.But riddling bored stooges with bullets does sound like a riot and a half. Hi. Mr. Phineas is just about the only person with power trying to do any kind of good in Halcyon. We gotta bust him out. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Phineas を見捨てることはできない。少しでもコロニーを救う希望があるなら彼を救いたなければ。ラビリンスの何がそんなに危険？ It's a torment, Captain.Think on the deepest, darkest pit you can imagine and wrap it up in a storm so nasty it'll peel the skin right off your bones. That's Tartarus. Still, we can't do nothing. Wouldn't be right. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. Whenever you exhibit inclinations toward risky behavior.Breaking into Tartarus will not be easy. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may be there a while. Or permanently. ああ、だからこっから先はもう引き返せないっていう、そう言われてな。まあでも2周目とかもする予定やから、まあ、いいかな、ここで行っちゃって。うん。行くぞ、さあみんなベルトを締めろ。いつかは行くよ。でもまず準備しないと。みんなどう思う？一応みんなの話聞こうか。I think it's insane, but maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous, and I won't lie and say I'm not scared out of my wits, but I couldn't live with myself if we didn't do something. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. なるほど。まあ、なかなかね。だから、ここが言ったらストーリー的な分岐でも一番最後やね。こっから先は自由に動けませんよっていうやつやね。うん。で、二人ともいいこと言うねって感じ。てか、結局あれやな。
多分いろんな仲間にできるやろうし、大体どんな人が仲間になるかは知ってるけど、結局ね、この2人、ニョカとパールバティだけで最後まで来ました。で、まず、グラウンドブレーカーに全く触れていない。実況で全くグラウンドブレーカーに触れていない。これちょっと申し訳ないと思う。俺の進み方がね、グラウンドブレーカー全く経由しなくていい感じだったから、そういうのはね、また別でやりますんで、ちょっと許してください。じゃあこのまま行きます。行くぞ、さあみんな、ベルトを締めろ。Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. That means we got each other's backs. Right?Waiting on your command, Captain. 行きましょうか、タルタロスへ。うわ、タルタロス出た。結局このヘパイストスっていうとこと、オリンポスには行けへんのかな？タイホンにも行ってないし。これなんかあんのかな？タルタロスね。これからタルタロスのラビリンスを襲撃し、ハルシオンコロニーの運命が決まろうとします。刑務所に入る前にやり残しことがあれば、引き返せない地点を超えてしまう前に今のうちに済ませてください。このまま続きますか？続きます。セーブ、しときましょう。I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing. 不法侵入に対する処罰は実刑であることをご了承ください。Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. タラタロについて何か役立つ方法は？ Resident count is as follows: 3,071. 市民3,071名。死亡者1,600人。逃亡者0名。1,684. Resident escapes are as follows. 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me. In the event that you do not return. うわ、悲しい顔してる。俺を置いていかないって約束してくれるか？約束してくれる？8,7650、もう読めへん。Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy.You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized. At which point, your vessel will be seized and you will be executed. すごいこと言うとんな。どれくらいかかる？またこんな場所で逮捕されるなんて。なんて人たちはおまけに着陸違反だなんて。まだここはテラ2じゃないのか？間違えた。もう行かなくちゃ。Your ship is not permitted to leave until you remit payment for your fines and submit yourself to execution.Only after your smoking corpse is thrown from an airlock will we lift the lockdown on your spacecraft. Captain, I would not recommend this course of action. 殺すつもりなのか、逮捕もなりませんただ俺を殺すだけならなぜ違反切符なんて便利なこと Protocol is important, sir. 違反切符を切ってから殺すと。One crime does not preclude the sentencing of another, technically speaking. Tartarus Docking Authority, signing off. Transmission terminated. How can I be of assistance?Take care. I require a functioning captain to run the ship. で、あれや。ん？ね、これ。あっちか。あれがタルタロスか。船がいくつかあるね。あれが守ってる船かな。ああ、すごいすごい、すごい見えるよ。こんな感じで見えんねや。へえ。これ6倍ズームね。はいはいはい。結構遠いけどそこそこ綺麗に見えるね。で、あれが？ああ、全部多分ここの船やな。フィニアスがくれた、ナビキーがあるから、それでいけるはず。ほら、タルタロスドッキングステース。多分これがフィニアスのくれたナビキーやな。来たよ？こんな普通に来て大丈夫なの？なんで誰も攻撃してけんの？バレバレやろ。あ、チャーは侵入したんじゃなくて、普通にこれ拘束されてる状態か。普通に入ること無理やろうから、攻撃しちゃうよ、俺。They'll never see us.遠すぎて分かるまい。お前は小さくなっとけ。行ってこい。何これ。あ、これがタルタロスの外か。めっちゃ風吹いててみたいな。だからこういう場所に刑務所作ろうっていう。
惑星に刑務所を作るってどういう発想よ。すごいな。刑務所のための場所やろ、だってここ。